コキスは米粉とココナッツミルクから作る、揚げた甘いスリランカ料理である。伝統的なスリランカ料理だと考えられているが、オランダに由来すると信じられている。スリランカの新年を祝う上で重要な料理である。コキスはスリランカの伝統料理と考えられているが、オランダに統治されていた17世紀中頃から18世紀末にかけてオランダから入ってきたと考えられている。 その名前はオランダ語でクッキーやビスケットを意味するコエグイエに由来する。スウェーデンのロゼットクッキーやペルシャのバーミエはコキスによく似ている。シンハラ人は4月中旬に彼らの新年を祝うためにコキスを含むたくさんの伝統料理を準備し食べる。伝統的に新年の数日前に家庭の女性が作る。しかし現在では忙しいライフスタイルのため。 若い世代の女性は、時間も技術も知識も欠けているため、主に年取った女性が作っている。コキスの金型コキスを作るために、花の形等の装飾的な特別な金型が用いられる。この金型は、コキーズエクチャワワと呼ばれ、米粉、ココナッツミルク、溶き卵から作る生地がコーティングされる。砂糖と塩も加えられる。 生地で覆った金型を沸騰したヤシ油に落とし、半分まで火が入った状態で金型から外して、もう一度よく揚げる。揚がったものはサクサクしており、熱いまま、あるいは冷やしてから食べる。提供する前には、紙に油を吸い取らせる。また、伝統的な米粉の代わりに、小麦粉から作ることもある。コキスは、デザートとして、またオードブル、スナックとして食べられる。 また、特に新年や、その他の祝い事の時には、キリバットや総称して、ラサカビリーと呼ばれるその他の伝統的な菓子と共に食べられる。ほとんどのスリランカの伝統的な菓子と同様に、高いエネルギー密度を持つ食物である。油脂の多い食物として、心臓病や血管狭窄を引き起こすリスクがある。ありがとうございます。